はい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 出てきていただきましたし、はい、終わりましたし、ね、終わりましたし、こちらで、ね、はい、エンディングとさせていただきたいですが、この前に主催我らが樋口健一の誕生日ということで、今日じゃないけどね、おめでとうございますということでね、サプライズだバカ野郎、よっしゃここにシェフがいる、そうというわけで誕生日といえば田中寛太、彼へのね感謝の思いを込めて言葉にはできない恥ずかしがり屋なので、恥ずかしがり屋なのでですので、ケーキにしてきました。チョコバナナケーキ、チョコバナナケーキ、チョコバナナケーキ、今からね、食いに行かせます、食わせに行きます。よっしゃ行くぜ、今から行くぜ。兄に注目、びっくりしたか、びっくりしたろ、とりあえずね、食わせるな。めっちゃ大きく、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 行くよ、ほら食え、イエーイ。はい、どうぞ。おし、おし、ね、おし、おし、おし、な、どれくらい美味しい、な、な、どれくらい美味しい、な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 、美味しい、な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 、めっちゃ美味しい、やっちゃえさあ、皆様、皆様、このめっちゃ美味しいと言っているケーキ、このめっちゃ美味しいと言っているケーキ、食べれないこと多いですよね。ご安心ください、あと2ホールございます。さあ、その樋口圭一、田中寛太の愛を込めた生誕ケーキ、生誕ケーキ、ひとけ、ひとけ、300円でございます。というわけで、この後の物販で販売いたしますので、皆さん買ってね。さあ、もう一個プレゼントありますよね。もう一個あるんですよ、もう一個あるんですよ、これがね、これがね、ありがとう、ルルちゃん、よし、できる女だ。さあ、こちら出演者の皆さんへ、樋口圭一へ感謝の言葉を詰めたこちらの色紙、俺まだ書いてねえんだけど、後で書きます。ちょっとね、バタバタしてて、そうそう、バタバタしててね、バタバタしててね、これをね、これをね、物販中にね、ちょっと卒業証書のように渡すんで、ね、卒業しないでね。今思いついたんだけどさ、あんま書くスペースもないんだけど、お客さん、あ、見られたくない、お客さんとかいろんな人に書いてもらおうかと思ったけど、まあ後で兄と相談していく。そう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 、あの裏もあるしね、裏もあるから、書いていいって言われたら、どうも皆さん書いていただいて、そう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 、はい、っていう、これをねプレゼントします、はい、プレゼントします。まあね、兄を、兄をめっちゃケーキ食っとるな。まあ兄はね、私の一応マネージャー的な立場をしてくれている人間なんですけれども、当日私、兄に LINE を送り忘れまして、アスカから誕生日おめでとうの LINE 来んなって、アスカからは来ると思っとったんだけどな、当日、当日だもん。そう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 、はい、まあ語りきれないほどのね、思い出が、まあ彼とはありますので、そうそうそう、CD がね、発売した時はすごかったんですよね、2人で号泣したりとかね、いろいろありましたけども、まあここでもうあんまり語ることはないんですよ、正直。でもここでは語り尽くせないからね、日頃の感謝が。でもね、はい、うん、あれですよ、うん、僕らミュージックモンスターがこうやって好き勝手暴れ回させていただいてるのが、うん、全て彼のおかげっていうのもね、そうですね、あるんでね、はい、これは祝わずして。そうなんですよ、そうなんですよ。で、ここでね、私のオリジナル曲のサンキューフォーってあるでしょ、あれってね、実は私が作詞したんですけど、兄を思い浮かべて作詞してるんですよ。そう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 、なんか、そうそうなの、最初のね、輝くようにと声かけてくれた君の優しさが胸に響いてくるって歌詞があるんですけど、あれは私が一人になるって時に兄の方から声をかけてくれたのよ、僕がマネージャーするよっつって、僕に任せてっつって声かけてくれたの。そう、
で、その優しさがあるから今の私はここにいて、その一緒に2人でね頑張って CD 発売とかね、夢を一緒に掴んできたねっていう歌詞なんですよ。そうで、これからもありがとう、これからもよろしくねっていう歌詞なんだけど、それね、みんな意識して聞いたことないでしょでね、だからね、この流れでね、この流れでサンキュー4をね、改めてね、みんなで歌えないかもしれないけど一緒にね、歌ってね、あの兄に向けた曲なので、あれはそうだけ、みんなで一緒にこう手を振ったりとかして、兄に向かって手振ってもいいかなそう、みんなでね、兄をね祝ってあげたいなと思って、日頃の感謝を込めてね、そう、すっげーのんきにケーキ食ってるからそう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 本当聞いてんのかお前まあね、それが兄らしくていいと思いますけど、今日あの風であの人死んでますんで、あの後でね見てください、ここのほっぺめっちゃ赤いから熱出ててね、あ、違うの違うの素で赤いから素でチークがついてるから、そうだから本当はステージに上げるつもりだったんだけど、うん、まあ動かさないようにしようねそう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 、はい、まあでもこんなにケーキ食ってるから元気だな、元気だな、はい、まあ、そんな彼に向かって一緒にサンキュー4で最後、楽しんでいただければなと思います。ステージ行けるんじゃないの、ステージ行けるかな、よっしゃ、兄拍手があればいけるんじゃない、イエーイ、あのね、歩き方に注目、なんかちょっとフラフラしてるから、いいか、お前のことなんか心配じゃないけど無理すんなよ、うん、別に心配じゃないからな、住んでるか、無理すんなよ、住んでるかな、あ、おめでとう、まあ意外としっかり歩けるお前さ、ネタでもいいからフラフラしてくれ、うわ、すげえ、すげえ、樋口がステージにいるそう、この神々しい樋口を初めて見たよすげえ、樋口がステージにいる、うん、これ限り、ね、これ限り、ツンデレさんだからね、まあでもね、こうやって出演者側の方からあのサプライズで祝ってあげたいって思われる感じの主催で良かったですね、そうだね、うん、愛されてるってことですよ、そう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 、僕からやったんだよ、サプライズしようぜみたいな、そう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 で、みたいな、で腹立つわ、いやもうね、この適当さ加減が僕大好きなんですよ、うん、感謝はしてる、感謝はしてる、うん、すごい嬉しいと思う、嬉しいと思う、ちょっと辛い、ちょっと辛い何が辛いか、これだけ多分あの熱が辛いんかな、両方かな、あとであの聞いてあげてください、聞いてあげてください、そう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 、何かしらを聞いてください、あ、椅子持ってこようか椅子あるかな、はい、あーそうだね、まあ、ここにおればいい、ここにおればいい、あのまあ適当にね、もう皆さん騒いでください、騒いでください、騒げる曲かわからないけども、座って聞いてる、近くであら、あ、椅子が出てきた、あらららら、あ、ごめん、ここで座って聞いてて俺ね、あの今日のためにね、チョコレートケーキ作りながらずーっとサンキュー4を聞いてたのよ、ずーっと聞いてたんだよ、5時間ぐらいずっとアスカちゃんの CD をこうやってたんだよ、そうなかなかいないね、そんな聞いてくれるのね、そう、はい、というわけで頑張ったので、それでは行きますか、はい、それでは聞いてください、こうやってやってくださいね、こうやってね、皆さんのフフーとかハイセーノとかね、うん、あのアスカのところ今日は樋口で、樋口でということで、皆さんで一緒に楽しんでいただければなと思います、選手の皆さんももうちょっと前に来てもらっても全然構いませんので、みんなで祝ってもらえたら私的にとても嬉しいので、僕も嬉しいです、はい、ぜひありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、では最後皆さんで祝いましょう、私が兄に向けて作詞をした曲です、聴いてください、サンキュー4、よっしゃ、樋口に向けて、おいおいおい、それいいよな、君の優しさが胸に響いてくる。
成功だね、やったね。大丈夫か。